で今回の本題なんですけれどもまずですね今回初めにとしてポイントは鼻の通りを良くするそしてもう一つは脱力この2つが非常に重要なポイントになるんだということをまず理解してくださいでですね、えー、ご用意してましたあご用意してますあの HMO プレレッスン編あ、えっと、ごめんなさいその前にですね鼻のケアですね鼻のケア あの内容をしっかり理解して、鼻を、あまあ、鼻うがいとかで、しっかりこう自分の鼻のケアをするということと、そしてもう一つ、HMO プレレッスン編という動画。こちらをしっかりご覧になって、そして改めてこう準備をしておいていただきたいというのが今回のメインテーマなんですよ。 鼻の通り、そして脱力、これが非常に ASMR に深く関わっています。でですね、私の例でちょっとお話をさせていただきますけれども、私は重度のアトピー性皮膚炎ですので、アレルギー性鼻炎があり、もうずっともう若い時、小さい時から発症してましたから、ずっともう鼻の通りが悪い。 で、例えば右と左の鼻の穴、えー、50、50がもう開通していて、それでトータル100だとしましょう。私はどっちかが必ず塞がっていますので、もうその時点で50%ですよね。で、通っている方だとしても、本当にね、ギリギリ通っているぐらいな感じなので、まあ、よく言って25%、普通のさ人の 左も右も鼻の長くこうスースー通ってるのが100としたら、それに比べては私は良くて25%。まあ、そんな状態だったんですね。だから本当に冗談ではなく、高校生まで人間って鼻だけで呼吸ができるって知らなかったですよ。もう、そういうことはできないというふうに思ってたし、私がそうだったので、他の人もそうだと思ってたんですけど、そうじゃないんだって聞いた時は衝撃でしたね。そのくらい私は鼻の通りが悪かったですが、今では、 あの,鼻のケアですよね鼻うがいとか私の場合はあの吸引カテーテルとか使ってますけれども鼻のケアをすることによってまず今は鼻の通りがが悪いいって気にななることがないでなんかちょっと今日は鼻の通りが悪いな詰まり気味だなと思ったらまあ鼻のケアをするそれでまあ元どお あの穴の管がやっぱりその鼻炎の関係で腫れているので普通の人みたいなスカスカとは違うと思うんですけどでもまあ今までと比べたらまあ普通に鼻呼吸うーんっていう快適な鼻呼吸はいつでもできますのでやっぱりこの鼻の通りっていうのは非常に重要なんですね。でもう一つはですね脱力に関わるんですけれど鼻が詰まってるとイライラしません なんか落ち着かないし集中なんかできないじゃないですか。例えば学生の時に試験勉強とかで風邪ひいちゃって鼻が詰まってるともうそれだけで集中ってできなくなった覚えないですかね。やっぱり鼻の通りが悪いとイララしやすいと思うんですけども、私は特にアトピーだったもので、その全身に症状が出ますから、 まあ全身が耐えず痒か,かった。そしてかいてしまう。そうすると傷ができる。で傷ができるとめっちゃ痛いんですよ。もう汗とかが染みたりするともう、染みたりするともう、悲鳴上げたくなるぐらいもう痛いんですよね。だからいつも24時間中体、全身が痒いで、痛い。だからもうそういう状態になるんで、集中っていうのが本当にできなかった。 ですが私の場合で言うとそれが可能になったのは合気道との出会いなんですね。まあ、武道っていうのはそれまでも空手とかや柔道とかやってたんですけれども合気道をやることによってあの柔道とか空手とかっていうのはこうイメージしていただければ分かる通りこう相手を殴るんでも蹴るんでもこう,うんってこう力んでいくう っていう、そういう感じなんですけど、合気道って全然違うんですよ。伸びやかに投げるんですよ。自分がまず丸,丸くって、その円運,動を円運動をするんですけれども、おおらかにっていうことを、いっつもその稽古中に、師範から言われるんですね。の伸び伸びと、おおらかにっていうふうに動くと、技も決まるんですよね。そういう考え方がとても新鮮で、また、私にとってはすごくあの気に入って、そのおおらかに。 っていいいうのがね、すごくいいんで、すね。で、大らかにってことは力んでないじゃないですか。で、その時に伸び伸びと動く。でも、その時にだらしないんじゃないんですよ。あの、一流選手なんかで、一流アスリートとかが、例えばオリンピックとかの大きな本番なんかでものすごい緊張すると思うんです。で、その時に、ものすごい集中力って必要じゃないですか。演技の一つ一つとか、その、まあ、えー、短距離走だったら、九日。 秒ぐらい走る必要ですよね、それが。で、その時にギューって力んでしまうとかえって高度な集中はできない。多くの方っていうのは、リラックスっていうと、へぇこう、だらしない方のリラックスを思い浮かべるでしょうし、集中って、ふーんってなんかこう、力んだような感じを思い浮かべてしまうんじゃないかなと思うんですけど、実際には、 高度な集中ってててものすごい深い深リラックスができて初めて可能になるんですよ、ね、自分あまあじゃあ一流アスリートのまあ種目は何でもいいですけども走るでもこう演技をするフィギュアスケートの演技とかでも何でもいいんですけどものすごい高度な集中をする時っていうのは体も心もものすごくリラックスしていて初めて可能になるそういうのが脱力っていうんですね。 力んでしまう。で、力まないで脱力だらしなくへーってなる。そういうことじゃないんですよ。脱力っていうのは無駄な力を抜いて自分のパフォーマンスを最高なものにしましょうっていうのが良い脱力なんですね。で、その時に鼻が詰まっていると脱力しにくいですよね。イライラしやすいですから。深いリラックスで高度な集中をする。そのためにやっぱり鼻の通りがこう、 うんってなっているっていうのは非常に重要なんだ。これ分かっていただけるでしょうかなので、えーえー、っと、鼻のケアの動画をしっかり見ていただき、鼻のケアを鼻うがいとかでいいですので、しっかりしましょう。そして、あの、HMO の、いわゆる通常とは全く違う声の出し方、あの、3本の動画で解説してるじゃないですか。あれが後々にも非常に関係してきますんで、まず今回のポイントとしては、 鼻のケアそして HMO のプレレッスン編あの2つをしっかり理解することによって日常的に鼻のケアをしていきましょうそしていつも快適な通りを良くした状態で高度な集中とリラックスという脱力これが後々 ASMR 魅力的な声の出し方に非常に深く関わっていきます。